日産自動車 IT& ITS 開発部の二見と申します。今日はこれから CTEC2010 で展示されるスマートグリッドインタラクティブ 3D シアターについてご紹介いたします。21世紀の日本の課題は大きく2つあります。1つは温暖化対策、そしてもう1つが石油エネルギーからの脱却です。この問題をクリアするために日本政府は大量のソーラー発電を導入しようと考えています。しかしソーラーをただ入れただけでは課題があります。例えば夜は使えませんし、それから雨の日も使えない。ではどうするかというと、蓄電池を組み合わせて、電気をまず貯める、そして使いたいときに取り出せる、そういう仕組みが必要になります。でしかしただ蓄電池を普及させることができるかというと、これは非常にコストのかかる話になります。でそこで期待されているのが、大量に市場に出回る EV を使おうという方法です。でこうして EV とそれからソーラーハウスが組み合わさると、小さな自家発電所が出来上がります。でそのした自家発電所が街中の至る所に出来上がって、さらにお互いに情報通信でつなぎ合わせて、足りないところにエネルギーを提供する、まあ、互いに補完し合うような、そうした社会が作り上げられると、ソーラーエネルギーを最大限に活用できることになります。こうして出来上がった街がスマートシティということになります。で従来このスマートシティをなんとか可視化したいということで、ジオラマを作ってきたんですが、やはり普通のジオラマを作ってもその表現に限界がある、それから細かい機能についてはなかなか体験できないということで、今回ジャパンクールの代表格であるバンダイナムコゲームスさんの協力をいただいて、これをゲーム技術と組み合わせることで映像で作り上げようというチャレンジをしました。で具体的にはフルハイビジョンの4倍の画素を持つ非常に高精細な左右映像を作って、でしかもその映像ジオラマの中に自分でハンドルを握って入り込めるという、まあ、そういった仕組みです。でこの仕組みは小学校2年生くらいのお子さん、まあ、8歳くらいのお子さんでも十分に、簡単にまあ理解できるし体験もできるというものに、作り上げようという、そういうコンセプトで始めました。で実はですね、このコンセプトで作った映像の中には日産ブランドは入ってきません。で日産ブランドをあえて排除してノンブランドで作ることによって、これを日本のビジョンにしようじゃないかと、でそうした問いかけをしたところ、実に30社を超える企業とか団体さんの方から協力が得られまして、で今回スマートグリッド 3D シアターのブースの側面を見ていただくと、そうした企業の方々のブランドアイコンが一連となって並んでいるのをご覧いただけると思います。それではスマートグリッドインタラクティブ 3D シアターのハイライトシーンについてご紹介いたします。ここはまず2011年のスマートハウス、今 EV の充電が完了してスマートフォンに充電完了の通知がやってきました。これからスマートハウスから EV が出発します。よく見るとソーラーが見えますね。でまず最初に入ってくるのがソーラー充電ステーションです。でこのソーラー充電ステーションではソーラー発電によって 100% クリーンな電力が EV に提供されます。発電所には蓄電池も備え付けられていて、急速充電器が5機設置されています。でこの充電ステーションで充電した EV は電気を作るところから走るところまで全て CO2 ゼロ、完全なゼロエミッションで走らせることができるということです。でそれでは次にさらに10年進んだ2020年の世界に入っていきます。2020年の世界では主役は家ではなくて今度ビルになります。でここはビルの地下駐車場なんですが、たくさんの EV が止まっています。で先ほど出発した EV も今やってまいりました。で空いている駐車スペースに実は1台1台駐車していきますが、これは全て自動です。自動駐車システムになっています。そしてこの枠に駐車すると、実はここからですね、EV の電気をビルに提供しています。今現在外の天気が悪くて発電量が少ないということで、ビルは電気を欲しがっています。でそこで EV のピュアな電気を今提供しています。しかもこれは非接触で、ケーブルがありません。でこうした2020年のスマートビルを出発して、次は2030年、20年後の未来に向かいます。今ブルーの枠が見えてますが、これは今充電しているところですね。イエローは放電です。さて2030年では今度は道路が変わります。道路は非接触給電レーンというのができて、こう走っていると電気をもらいながら走れるという世界になります。今東京方面から湾岸線を横浜に向かっています。
前方に大きな風力発電が見えますが、これはメガ風力と呼ばれるもので洋上にあります。そしてその手前にはメガソーラーが構えています。そして人間の住む世界に近づくと、実はソーラーの森というのが待ち構えていて、このソーラーの森は高さが約12メートル、1000本のソーラーの木が連結されていて、だいたい7000世帯の家庭に電気を供給できる能力を持っています。こうした2030年の未来をぜひ皆さん CTEC2010 のまでご覧になってください。